アクリ級コルベットは、インド海軍のコルベットの艦級。インド海軍での計画番号は25型。老朽化した、アルナラ級フリゲートの更新艦として、まず1983年12月に2隻が発注された。1985年にはさらに2隻が発注されたが、1990年以降の発注分は、発展型の 25A 型に移行したことから、 本級の建造はこの4隻で終了した。本級では国産化が施行されており、完全体の国産化率は約65%である。設計は基本的に国内で行われており、ソビエト連邦の1159型警備艦をもとに、線路を延長したような中央線路型を採用している。主機関は、フランスの設計による V 型18機等のセムと、 ピルスティック 18PA6V280 ディーゼルエンジンを国内でノックダウン生産して搭載している。船体には機種能式のフィンスタビライザーを備え、艦内には全艦空調設備を有する。戦術情報処理装置はイタリア製の IP -10 を国内でライセンス生産して搭載している。主センサーとしては S バンドの MR-352 ポジティブ E 対空捜索レーダーを搭載しており、そのアンテナはレドームに収容されてマスト頂部に配置された。またその直前の環境構造物上部には X バンドのガルプン E 対空対水上捜索レーダーが配された。並走は同時期に整備されたビール級コルベットのものが概ね踏襲されており、選手甲板に AK-176-76mm 単装速射砲、その後方両限には P-20M テルミート艦隊艦ミサイルの連装発射機を備えている。また防空用としては、環境直後両限にイグラ近接防空ミサイルの有人マウントを艦中部に AK-630-30 マシュダブディスを備える。なお、前任の R ならは、 対戦戦重視の艦であったのに対し、本級は、ソナーも、対戦兵器も備えておらず、対戦戦能力はほぼ持たない。ただし、戦路艦班後端部は、ヘリコプター艦班とされており、ここで、ある方紹介ヘリコプターを運用することにより、限定的ながら、対戦戦を展開できるようにする計画がある。ありがとうございます。